はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。前回のみんなでバトルで5連勝してやめたんだけど、まだねその5連勝中がきっと続いてるから6連勝7連勝っていけたらいいと思うけど、だいたいね僕の動画って負けから入ることが多いんだよね。ぜひこのまんま勝ちから入りたいけどいけるかな。最近ね思うんだよ、こうやって持ってるじゃん、持ってスタートしたら持たれないから一番最初に行けるんだよね。あ待って俺持たれた待ってやめて、あー俺キノコ欲しかったな。よし俺一番最後じゃん、しかも落ちたしあっちゃー、そうだいたいこれで負けるんだよ。あ待って俺もキノコ欲しいんだけど、先にね行ったキノピオがなんかキノコを欲しがってくっそやっぱり負けからか、もうダメだ俺、なんで負けから入るんだろういつも、せっかく5連勝したのにもったいないな。まあ今日ねもしだよ、もし全負け動画だったとしても多分4500は切らないでしょうきっと。全負けはないと思うけど、さすがに1回ぐらいは勝てると思うけど。あてかみんな気づいた？前回のスーパーマリオメーカー2の動画でちょっとまたアイコン変えたんだよね、ルイージと医者が混じったやつにしたけど意外といいと思わない？さてこういうコースはめっちゃ好きだぞ。なんかよし、それじゃ最初持っていきましょう。あ待って持たれた持たれた、やばいやばい、あもうなんで俺だけいつもこんなんなんのかな。もういい俺怒った、アイテム取っていくからきっちり。よしジャンプ、そしてこのまま行くか、あ危な危ないな、嘘まずいなこれ、あーガボン踏んでいけってことかな。よし俺は分かったけどみんな分かってるのかなその辺。マントとか出たら、あなるほどヨッシーがいるってこと、もしかして。ああ待ってもう俺下手くそだ今日、今日ダメ、俺全然ダメやん。いやみんなでバトルでさあの P ブロック踏んだら落ちるみたいなあるじゃん、もうそういうのやめていやそういうのもバトルっぽいでいいと思うけど、せっかくいい感じで行ってる時に P ブロックを踏まれてなんか落ちる時あるじゃん、もうあれねほんと悔しいよね。かっこよくないあのルイージ、キノピコのあのジュゲムじゃない、ジュゲムが乗ってるあの雲のアバター欲しいな、めっちゃ可愛かった、乗ってる人全然可愛くなかったけど。持たないで俺ジャンプしていこう、よしオッケー、あー待ってこれはねドアが正解だ、右に行ったらダメだった。でこれはどういうことだろうこれ、おやった俺だけビルダーマリオじゃん、やった。それじゃあ左におるこのパックンを倒していきましょう。 あ待ってあはは俺が、あ鍵は鍵、待って嘘動画の最初らへんで言った通り俺全負け動画になるんじゃないこれ。いや俺絶対勝つまでやめないよ、4500絶対切らないようにするよきっと。前回のミンバドが調子良すぎただけに今回はちょっと悪いな。よしそれじゃあねどんどんやっていきましょう、マルチプレイヤーマッチ。おこれはもしかしたらバトリオコースってことじゃない、ほら来た、これ俺が好きなやつだ、多分最初に P ブロックが出てくるんだよなきっと。そしてこれ一番下がいいな、あ一番下取られたか、下から2番目に行こう、あ長くない P 長くない、なんかよしオッケー、この土管なんか形全員違うけどどの土管に入っても速さは一緒なのかな。おまず俺は黄緑色の土管に入る、そして壁キックか、あ待ってキノピコとキノピオどっちだったっけ、俺はキノピコか、待って待って俺キノピオ見てた、そしてビルダーマリオで壊す、ビルダーマリオってかビルダーキノピオだなこれ一番速いぞ一番今のとこ、よし頑張れ俺頑張れ、もうちょっとだよし今んとこ一番速いから頑張れこれでゴールで会ってくれ、よしあ待ってまずい早く、あ嘘嘘飛
が早いのこれ。そんなん知らないよ俺。よし、これゴールっぽくない？なんか血だ、こういうことか。難しいなこれ。よし、あ、これは難しい。うそ、よし、あー、マリオから先に行かれたな。よし、これは負けたら悔しい。これは負けたら悔しいんだ。よし、よしよしよし、おっしゃやったやった勝った。初めて見た、みんな猫でゴールって。多分俺結構動画出してるけど、みんな猫は初めて見たかもしんない。それじゃどんどんやっていきましょう。次はショーボールプレイン3-3か。全然意味わかんないけど、あ、これ上にフラワーあるぞ。フラワーが、よし、取れた、やったね。ジャンプ、おちょっと待って、俺のこのファイヤーいらないのかい、みんな。俺のこのファイヤーいらないのかい。うおマジかよ。あ、行った、キノピオが行ったぞ。これはみんな死なない？あ、もうほんとこのガモン嫌い、マジで。もうほんと嫌い。多分もうこれクリアできないっぽいな。俺は一応ファイヤーを取っていくか。待って、そんなんしないでマリオ、そんなことしないで。あー、待って、危ね。あ、ちょ待って、これ走っていける？大丈夫？オッケー。でこれ右、なるほど、30コインを3枚取らないとダメなんだ。ってことはこれはダメだぞ。まだこれ左戻れる？戻れるんだ。そして上には行けないのか。上には行けないのか。なるほど、これ上にあるって感じか。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、待って、これ俺踏まれるんじゃない？これ俺踏まれるんじゃないのかこれ。あー、待って、踏まないで、俺を踏まないで。よっしゃ俺は踏むのは得意なんだ。尻上がりだな今日。めっちゃ後から調子が良くなってきてる。まあこれでレートが下がるっていうことは多分なくなったと思う。最初初っ端3回ぐらい負けたけどね。お、一番左、サトシのヒロインあれタケシでしょ、ヒロインじゃないでしょ。ヒロインじゃ、いや、ヒロインなのかな。自動って書いてたけど、これ自動用コースだ絶対。最初にゴールした人が勝ちって書いてるけど、最初にあのカート取った人の勝ちだ。てかラグいだこれ、やば。まず俺はもう取らないで行くよ。俺はでこのまま走っていこうか。で、ジャンプで、このままジャンプってしたいところだけど、よしで、このまんま、よし、右に行くか。多分これでいいと思うんだけど、よし、そして、あ、左か、左行って、よしで、このまんま、あジャンプ。待ってくれ、これラグすぎてやばいんだよ本当に。もう、よし、待ってくれ、よしで、このまんま左行って、これやばいな、本当にやばい。このコースは、このコースっていうか、この勝負は、ジャンプ、嘘、いけないなるほど、そういうことか。カートなしだったら難しいぞ。おお、消えた消えた消えた。よし、これで、よし、オッケー、これで俺は行く。で、ジャンプ、オッケーオッケー。自動だから何もしなくてもいいはずなんだよな。このまま何もしないで行こう。よし、オッケー。待って、邪魔しないでくれ、邪魔しないでくれマリオ、邪魔しないでよし、じゃあ俺もこっち行くわ。あー、壊れた。まあいいや、もういい、もういい、俺はもうこのまま行きます。待って、壊れたってことは下に新しいのができたってことでしょう。っていうことは、よし、おりゃ、よし、待ってくれ、よし、待ってくれ、オッケー、よし、これで逃げるか。よし、いけるかな、みんな邪魔しないで、いけるかな。なんかキノピコあっちに行ってるけど、邪魔してくるぞきっとマリオは。よし、
オッケーオッケー。で、このままジャンプ、押し来た。うそマジかよ。自力で行ったんだ、きっと。もうちょっとだったんだけどな。あとはもう自動でゴールするのを待ってるだけだったんだけど、先にゴールされちゃったか。はい、それじゃあラストバトルにしたいと思います。いや、今のカオスは本当に惜しかった。もうあと本当ゴールするの待ってるだけだったもん。まさか先にね、キノピコが自力でゴールするとは思わんかったわ。え、最後はタイマンか。最後はタイマンなのか。いいね、たまにはね、そういうタイマンっていうのも。あ、3人になった、3人になった最後にはね、タイマンもね、いいかなって思ったんだけど、3人になってしまったわ。まあいいや、3人でも4人でもいい。てかさっきラグすぎてやばかったな。俺のせいじゃないよ多分。見て、俺の電波一応4本立ってんだもん。多分俺じゃないと思う。ラストは3人で行きたいと思います。なんか一人やべえな、ラブ注入やばい、あれはやばい。 W1-3 マウン…モンティ…メンティ…なんて読むんだろう。お、これはね、ジャンプしていったらなんか落ちそうだけど、行ってみるか、一番最初に。よし、このまま走っていこう。で、ジャンプ。あ、敵いないと思ったらいるわ。で、このまま。大丈夫か、大丈夫か。土管があったけど無視して大丈夫かな。このまま行っていいかな。よし、やばい、これはやばい、落ちそう。よし、危ない。一応ニューマリだからね、落ちてもいいんだきっと。やっぱ最後はしっかり待ってあげましょう。ギリギリまでマリオを待ってあげてたのかな、今のルイージ。これね、ラストバトルなんだけど、最後は勝ちで終わるって気持ちいいよね。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。まあレート的にはね、ほんのちょっとしか増えてないけど、一応減ってないだけまだいいかなって思います。それじゃあいつも見てくださってる皆さん、そしてコメントしてくださってる皆さん、ありがとうございます。それじゃあまたね。